満州平野をゆっくり走った小さな鉄道がテーマです。ここは産業電鉄別府駅、どこにでもある郊外の私鉄駅です。ここからほど近い別府港駅から別府鉄道という私鉄が出ていました。行ってみましょう。クラシックな列車が止まっていますね。ここは別府港駅。この列車は土山駅まで 4.1 キロを結ぶれっきとした営業列車です。この日は休日で貨物がなかったけど、平日は貨車を連結するよ。貨物と混合列車なのだ。山陽本線土山駅まで行って別府港駅の列車に乗り込みました。車内には誰もいません。これでも営業運転中だよ。しばらくすると古代遺跡の中を走ります。オポナカ村という弥生遺跡で、現在は復元住居が建てられています。これは1966年頃の大中遺跡だよ。遺跡のど真ん中を別府鉄道が通っているのだ。遺跡公園には別府鉄道の車両が保存されています。 DC300 にディーゼル機関車とハフ5号客車です。これは保存車の車内だよ。もう一度現役時代に戻るのだ。土山駅から15分、列車は別府港駅に到着しました。 DB201 ディーゼル機関車とハフ7号客車の編成。客車は今相模鉄道の柏台車両センターに保存されています。あれれ、今度はディーゼルカーが現れたよ。この列車は高砂線野口駅まで 3.7 キロを結ぶ野口線です。地元ではレカーと呼ばれていました。レカーって？レールカーを略してレカーです。野口線は列車本数もそこそこあり、利用者に親しまれていました。クラシックなスタイルのディーゼルカーなのだ。別府鉄道は貨物輸送で経営を維持していましたが、1984年の国鉄貨物改革の煽りを受けて廃線になりました。線路跡は遊歩道になったよ。途中の延長寺駅跡にはキハ2号が保存されているのだ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。